どうも、ジャムスゲームスポーン MGCTV マルベリーでございます。本日はドラゴンクエストモンスターズボンテッド、いきなり噛みました。実況やっていきたいと思います。まあ今更ドラゴンクエストモンスターズボンテッドなんですが、実はですね、アンドロイド版で、ドラクエモンスターズボンテッドはプレイ今までできていたということでございますが、今回ですね、2014年の12月からですね、iPhone 版もドラゴンクエストモンスターズがプレイできるようになりました。ということで、まあ今更ドラゴンクエストモンスターズウォンテッドなんですが、せっかくね iPhone でできるようになったので実況プレイしていきたいと思います。そしてまず、一発目はそのね、 iPhone で、ドラゴンクエストモンスターズウォンテッドができるようになったよというのが一つ目で、で二つ目はですね、この今現在来ているイベント情報でございます。期間限定でブロンズメダルを交換して、10枚でですね、ブロンズメダル10枚で怪力軍曹イボイノスが生まれるかもしれないと。イボイノスの卵が期間限定で登場で、2015年1月30日まで、現在が2015年1月26日でございますので、残り4日でございます。皆さん、この動画を見た方お急ぎください。はい、早速 OK を押してゲーム画面入りましょう。はい、でですね、マルベリーは Android 端末で結構やり込んでおりましたが、iPhone 端末でも今回、まあ、やりだしたんですが、まあ、普段の動画だとね、最初からもうゲームを作る、ゲームというかデータを作るところからね、いつもやってるんですが、今回はですね、少しやり込んでるといいますか、まあ、少し進めております。で、先ほどのイボイノスですね、ごめんなさい、イボイノスの件なんですけど、こちらメインのクエストを受ける画面の、右側にある階段から闘技場におりまして、でこの闘技場のここですね、魔物卵と交換という形で、一番上にですね、イボイノスの卵、これがブロンズメダル10枚で交換できると。今ちょっとグレーアウトして見にくいかと思いますが、マルベル2回イボイノスの卵を引きました。で、2回開けてみるとですね、まず1回目はですね、こちら、アークデーモン。はい。これが出ました。まあ、なんで、まあ、100% イボイノスが出るわけじゃないということですね。ただですね、ブロンズメダル10枚で星6個の、アークデーモンが 出るんで、これはこれでね、お得です。でですよ。で、2回目出ました。怪力軍曹、イボイノス。強そう。強そう。レア度9ですね、うん、なかなかいい、イベントが来てるなと思います。なんでね、皆さん、まあ、Android 版ですでにもうやられてる方とか多いかと思いますがね、この機会に iPhone 版でね、ぜひ期間限定イベントをゲットしてみてください。で、マルベリーのメインパーティーはですね、キラーマシン2作りました。あとは現在、神竜ですね。で、ちょっと神竜の、で、まあ、メインパーティーにですね、今回、イボイノスをね、入れていこうかなと思ってます。で、今までですね、この、竜王、まあ、と言いますか、この竜王の前はですね、魔王の使いだったんですけど、魔王の使いを、メインパーティーに使ってました。で、実はこの動画ですね、先ほど収録していたんですが、まあ、データ録画できておりませんでして、2回目でございます。なので、本当は魔王の使いを竜王に進化させるところから、収録してたんですが、収録ができてないのに気づいておりませんでしてね、もう竜王に進化しちゃいました。なので、プランとしては、この神竜にですね、まあ、竜王に神竜か、を合成して、竜王変身を作ろうかなと思います。で、イボイノスをレベル上げていって、こいつをメインパーティーにね、使っていこうかなと思います。なんで、キラーマシン、竜王変身、イボイノスの状態が、メインパーティーになろうかなという感じですね。で、情報見てみましょう。情報はですね、ハンターランクはまだ7です。で、バトルランクは8、錬金はランク5という形です。今年入って1月の、ね、頭ぐらいに始めたばっかりなんで、まだ15日か20日ぐらいしか経ってないのかな、多分。はい。でですね、竜王、今、先ほどね、作ってきたんですが、竜王のレベルを一気に10レベルまで上げて、10レベル以上上げると配合ができるんですね。で、修行、今、修行の地っていうのがあるんですね。これ、Android 版の時ですね、私、まあ、Android 版も今あるのかもしれませんけど、当初はなかった、機能ですね。これをやるとですね、100% 成功して、まあ、その代わり、餌を5個、まあ、スタミナみたいなのがあるんですが、
5個消費して、まあ、経験値が、弱いモンスターでもね一気にもらえるというメリットがあります。もうバンと食っちゃいましょう。はい、で右上に出てるのがスタミナですね。なんでこれこのスタミナが切れちゃうと、まあ、プレイできなくなるっていうようなイメージですね。ですぐねもうクエスト出したら戻ってきます。こういうふうにねクエストに出してモンスターを育てていくというゲームでございますね。はい、修行の地初級、これ初級があるから中級上級とか出てくるんだろうかね。はい、こんな感じで戦闘がね始まります。イエス、バス、ワンパンですね。はい、で、経験値がねほら5000ぐらい一気にもらえるというね。お、ちょうど10レベルにはぴったり上がりました。ナイスプレイですね。ベギラマ、ベホイミ、回復系をね、本当はね、ベホマラーとかね、全体回復のやつを覚えたいんですけど、まあ、急増パーティーでございますんでね。で、今10レベルになったモンスターを使って、配合っていうのができるんですね。で、この神竜と、今ね、10レベルに上げた竜王です。で、竜王をベースに神竜をかけると、これでですね、同じ竜王になってますが、星のレア度が違うのと、あとニューって出てますね。これでですね、竜王変身というね、モンスターを作ることができます。決定です。で、ホイミとギラでも持ってきますか。はい、ホイミとギラを持っていきましょう。これで、あ、ギラ重複するんだ。まあいいわ。で、麦めぐっていうね名前のモンスターでした。ジャムスゲームズに協力してもらってるね、麦ちゃんとめぐちゃんをね合体した麦めぐと、まさまるっていうね、モンスターだったんで、何にしようかな。麦めぐる麦めぐこの名前にしましょう。カタカナの方がいいかな。なんかこうやって見るとね、なんだろう、まあいいわはぐれメタルとか全然違うね、うん、まあいいわ。完了完了、麦めぐる、はい、普及者に送ります。あ、厩舎じゃねえな厩舎じゃない、競馬じゃないんだ。さあ、できました。これですね、紫のドラゴン、麦めぐる、いいですね。なんか名前と合ってますね。竜王でございます。でも初期値高いな。そう考えるとイボイノスってそんな強くないのかな。ダークデーモンは今使わないんで預けよう。はい、これがメインパーティーになる編成になりました。竜王、イボイノス、キラーマシンズ、なかなかいいメンバーじゃないですかね。わかんないですけど、ちょっと装備も整えましょうか。まだね装備とかねいいのがなかなか入ってないんですよ。イボイノス武器、あれ確か、あ、土のハンマーあるね。土ハンマーいいんですよ。イボイノスね、名前イノキですからね。なんだこれ、パエロ。はい。結果。鋼の鎧。どうしようかな。まあ安全靴いいかな、とりあえずは。あ、間違えた。イボイノスは OK で、麦めぐるは、ちょっと MP 高くしてあげたいんだよな。よしよしよし、鋼の杖、忍者の頃、回復役なんでね、かしこもあげるか。スライムヘッド、かしこ、かしこにしてあげましょう。ひらめきジュエル、よし、 OK でしょう。でまたですね、あの修行の地その他を使ってね、あ、その他じゃねえや、修行の地を使って一気にレベルを上げたいと思います。イノキと麦めぐるでパーティー決定、他には受けません。でこれで一気に10個ね餌を消費しちゃいます。報告を受けましょう。まあこちらさっきと同じですね。もうスキップ、あ、スキップじゃない、リザルトだけ見ましょう。ここはね絶対クリアするんでね。
さあレベル、猪木が13に上がりましたね。はい、麦めぐるは10に上がりました。お、ベホミ、ベギラマ、いいですね。でまだね、いけるんで、もう一回だけ行きましょうか。もう一回だけ行って、で、それ以降はですね、あんまり、多分、経験値そんなに、他のクエストを受けてもらえる経験とそんな変わんなくなってくると思うんで、いいえ。で、また10個消費しました。はい、と。リザルト、リザルト。はい、猪木が15に上がりました。麦メグ、メグルが12に上がりました。さあ、これでどうだろう。能力値をちょっと見てみようか。ああ、でも、イボイノス、攻撃力が高いな。15で317だろうな。まあいいでしょう。ちょっとこれで、行ってみるか。リュウも MP 上がったしね、かなり。はい。ちょっとこれでですね、闘技場に向かってみましょう。で、闘技場今ランク8なんですよ。このランク8をこのパーティーでクリアできるか。ちょっとやってみましょう。カンナマが特技使うのでいいですね。猪木は、ちょっと待った待った。猪木って何覚えてんだっけ？バイキルト覚えたのかな、結局。あれ、何も使えない。バイキルト覚えてない。マジか。ちょっと猪木バイキルト覚えてから行きたいな。ちょっと、ああ、でもどうしようかな。普通のクエストを受けてしまうとですね、5分とかかかっちゃうんですよ。どうしようか。もう一回修行出しちゃいましょう。これでね、ワンチャンバイキルト覚えてほしいな。覚えれるかな。また10個消費しちゃいましたけど。今回はね、動画でやるんでね、ちょっと時間短縮のためにこうやってますが、まあ本来であればね、普通上のクエストを受けて、よし、バイキルト来い。あ、大切断プラス、おバイキルト来た。来た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 。これでいいでしょう。ちょうどね、バイキルト覚えてくれました。バイキルトが超強力なんですよね。どうしようかな。猪木、この大雪山とバイキルとか。まあいろいろやろうぜでやってみようかな。で、麦めぐるは命大事に。こんなんでいってみましょう。で、パーティーを切って。で、挑戦と。するとですね、闘技場で、これはおそらくオンライン上の登録されている、モンスターの、あ、モンスターといいますかね、プレイヤーの方と、まあ一応 AI 対戦という形になりますね。なんで、オンラインでの対戦ではないってこと。さあ、麦めぐるがダメージ早速受かって、麦めぐる、お、バイキルト来た。来た来た来た。うわー、強えな。カンナマンの上がった。はい、猪木死にましたけど、ここカンナマン一人倒せるか。強いカンナマン。バイキルト効果ですね。完全。これいいですね。猪木のバイキルトさえ入ればカンナマン一人でも倒せる。はい、10連勝以上したんで30ポイント入りましたね。ゴールドメダル2枚手に。これいけるんじゃないか。あと4回戦えるんで、まだちょっと行ってみましょう。この編成で。ただ相手がね、強かったらね、ちょっと厳しいのかな。おお、ああ、ベギラマ使っちゃったよ。麦めぐる。はい、使ってほしいな。よし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 。危ない危ない。ああ、麦めぐる。回復使う前に死ぬなよ。よしよしよし。カンナマンの攻撃バイキルトで上がった。こっからもうカンナマンのワンマンショーですよ。はい、MP 足りないけど、もういいです。もういいです。いろいろやるっつってるんでね。あらら、バイキルトばっかだな。バイキルトはいいよ、もう MP がないんだよ。
よーし、戦えますねこの編成。ただ麦巡るがちょっとあれか、ちょっと装備変えましょう。ここまでレベル上がってると MP が結構上がってるんで、燃費装備じゃなくてもいいですね。あ、でも杖はいいか。どっちにしろ回復メインだからね。体をちょっと鋼の鎧とかちょっと固めてあげましょう。カッチカチにしてあげましょう。安全靴ねえのか。まあいいや、素早さを上げようか。よし、この編成でいこう。そうするともう少し安定するんじゃないかな。ランクアッチ、うん、まあこれでいいよ。はい、行きましょう。さあ、お、相手なんかライダー系が出てきたよ。やばいな、麦めぐる狙われるね。なんで火炎の息だよ。命大事にっつってんじゃねえかよ。はい、バイキルド、守備力上がった。やばいやばい。よし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 。麦めぐるやばい。え、なになに今、あ、自分も回復した。でも全然回復してないな。ベゴマ覚えないとダメか。ああ、バイキルトがカンナマにかかってんのかな、これ。イノキ、バイキルトばっかやんじゃねえよ。大丈夫、でもカンナマンがね、カンナマンがこれ、やってくれます。カンナマン強いですね。いいですね、これ。まあ、さっきより麦めぐるもね、死ににくくなったと思います。いろいろやろうぜがダメなのかな。バッチリ頑張れにしてみよう。麦めぐるが何だって命大事にって言ってんのに全然ペホミ使わないから。お、またなんか。うっ、やべやべ、超強い。守備力も下がった。やべ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 。マヌーサ。負けた。負けちまった。まあ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 、でもあれですね、レベルを上げればこのパーティー編成でもいけるな。よし、ということで次ラスト。もうね、餌がないんで。よし、これでいこう。いや、相手次第だな、でもやっぱり。あ、この相手だったら勝てんじゃないか。あれ、でもさっきもホーミーっていう方いたから、名前かぶってるだけ。魔法カンタ。フーバー。さあ、猪木バイキルト、いいですね。おお、いいよ、ベホイミ。あ、ベホマラいいな、ベホマラいいな。え、なになに、大切断プラスってやつ、あれ何だったの今。ん、なんか MP 奪い取ったと思ったぞ。おお、いいねいいね、安定してる安定してる。MP がない。おお、いいよいいよ、麦めぐる。で、本意味でね、的確に回復してくれてます。やっぱでも、ベホマラいいな。ベホマラ必須だよな。はい、ということで、新パーティーをちょっと作ってみました。闘技場ね、やってみましたが、5戦してね、4戦1敗でした。いや、4戦じゃない、4勝1敗でした。はい、このメンバー。キラマシン2、やっぱり安定ですね、キラマシン2はね。そしてイボイノス、今回のね、キャンペーンで来たイボイノス大活躍でございました。バイキルトね、やっぱりいいですね、バイキルト。まあ代わりに本当はですね、私オリハルゴンを入れる予定だったんですけど、まあ全然イボイノスで良かったです。でね、省エネでね竜王作れましたんで、
これにまた構成すると新竜王になってね、さらにかっこよくなるんですよね。ドラゴンクエストモンスターズウォンテッドの中のモンスターの中で、まあ、私の中でワンツーを争うかっこいいモンスターになるんで、ちょっとね、まあ、かっこよさ重視にしようかなと思ってます。いや、いいですね、このパーティー編成で、新パーティー編成がね出来上がりました。まあ、このようにですね、ドラゴンクエストモンスターズはですね、まあ、クエストでモンスターを育てていって、まあ、配合をしていっていろいろと、強いモンスターにね進化させていくという形で、まあ、シミュレーションと RPG が合体したようなね、またクエスト式の、ゲームとなってます。私は非常におすすめのゲームでございます。今後もね、ちょいちょい実況で、お知らせといいますか、ご報告実況していこうかなと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、したっけ。